今ホテルカオホーさんにチェックインしまして、私はですね今日別邸越の里というところいう方のお部屋に、今入りました。玄関広いですよね。ここはおトイレかな。あ、そうですね、トイレ、おトイレにもまあこういう、こちらがお部屋ですかね。広々と、こちらに布団が一つポツンと敷いてありますね。こちらが寝室、まあ寝室になるのか。テレビがあって、こちらはお布団が入っているところですね。あ、マッサージ機がついてるんですね、部屋に。音楽が、音楽はオフにして、あとは iPad がありまして、これで館内の説明、 Wi-Fi の利用とか施設の説明になってるんですね。 Wi-Fi も使いますね。窓からは景色が広がってます。田んぼで、それから山、飯豊山地らしいんですが、あの奥がそうなんでしょうね。飯豊山があの日本百名山になってますけど、どれが飯豊山なんですかね。あれだろうか、ちょっとよく、飯豊山地の最高峰は飯豊山ではなくて、大日岳になるんですけど、ちょっとどれが、あの一番高いのがもしかしたら飯豊山かもしれません。あのまだ紅葉がスタートしたといったような感じです。今年はあったかいんだって言ってましたけど、あそこに、こちらからあの、露天風呂見えますけど、部屋に露天風呂がついてるんですね、あそこに、ああいうふうに。ここに、ポットや、コーヒーマシンがありますね。コーヒーも無料でついてます。あとは冷蔵庫かな。冷蔵庫、ビールだとかジュースだとか入ってますね。あとは、こちらから ここがクローゼットになるんですね。ハンガーがあって、下に金庫があります。タオルはたくさんありますね。あとスリッパもついてるんですね。こちらが、あ、浴衣ですね。浴衣、これはパジャマかな。浴衣があります。はい。でこちらが洗面になりますね。ツーボール、アメニティ関係はここか。これかな。これが歯ブラシで、綿棒。なるほど。こういう感じですね。
それからこちらがお風呂になりまして、こちらは流しなんですね。こちらで、体を洗って、であちらで露天風呂を楽しめると。山と飯豊山地と、それからあとは畑ね、見ながら、そういうお風呂です。あ、気持ちよさそうですね。なんかこのボタンを押すと、なんかあのシルクイオン、のなんか泡が出てくるというふうに説明を受けましたけど、どうなんですかね。また後で入浴するように楽しみたいと思います。どうもありがとうございます。こちらはお食事会場になるんですか。おはようございます。なるほど、はい、個人のお客様のお会場になります。あ、なるほど。失礼します。ワンフロアに4部屋なんですね。いよいよお風呂に入ろうかなと思ってますけども、ここあの床が暖かいんですよね。なかなかもう真っ暗になりまして、いや寒いですね。やっぱりどうかな、いい湯なのかな。あ、ちょうどいい感じ。じゃあ入りたいと思います。静かですね。硫黄の匂いがしますよね。この部屋のお風呂は源泉じゃないと言ってましたけどね。
おはようございます。今日はどうだろう。まだ少し晴れって言っていいかもしれないんですけど、この後天気なんか崩れる予報が出てますけれども、あれはなんか後で先ほど確認したら全然飯豊山地ではないんですってね。もっと飯豊山地は右の方にあると言われましたけれども、ちょっとこの部屋からは見ることはできないようです。お風呂気持ちよかったですね。朝も、もう一度。私は夜以外は絶対、っていうか入らないんですけれども、朝もね、ちょっと気持ちよく、入りました。日の出前に。お風呂は大変ね、気持ちいい、ホテルでした。あとは、ちょっと細かいところで言うと、歯ブラシがちょっと使いにくい感じしましたね。歯ブラシは硬い、歯ブラシで、で私は先日そういうこともね、時々合わない歯ブラシってあるんで磨きづらいっていうんですか、ですからそういう歯ブラシもあるんで、先日京都ブライトンホテルの歯ブラシが良かったんで、それもう一つありましたからね、それ持って歩いてて、先ほどそれを使わせていただきました。それでは今日も行きたいと思います。あれがホテルカホーさんです。で、その奥が私が、宿泊した、別邸腰の里になるかと思うんですけれども、あちら千景ホテル千景さんですね。で、カホーの今のおかみさんは、ご両親がもともとあちらのホテル千景を創業なさったんですよね。ホテル千景を今から51年前と言ってたかな、創業なさって、ご両親がでスタートしたと。で30年経って、今から21年前ですかね、30年経ってあちらに、ホテル花宝を作りまして、そして、さらに10年経って、だから今から11年前に別邸腰の里をオープンさせたというふうな形で、結局今千景さんと花宝さん、それから、腰の里さん、3つを、今経営してるんですね。でそのうちの花宝のおかみさんが、そのご両親の、娘さんの次女の方で、なかなか明るい仕事熱心なおかみさんなんですよね。いろいろとお客様前に出てきてご挨拶、なさってます。でそのお姉さんもいらっしゃって、お姉さんが今千景さんを継いでるようです。